攻撃を加えたんです。でイギリスはまさか薩摩藩がこんなにすぐ攻撃、感激するとは来たと思ってなかったので、戦闘が来てて機関という船が大変損害を受けてですね、艦長も副艦長も戦死しちゃってるんですね。ところが、まあ、イギリスもその黙ってくる物価が負けていないで、大砲をぶっ放して、その頃の鹿児島の大砲は砲丸投げみたいな丸い弾をドカーンと打ち出すだけで爆発も何もしなかったんですが、イギリスの大砲はすでにもうこの大砲の形をして火薬が入った弾で撃ったものですから、鹿児島の船がほとんど全滅に近く焼き払われてしまう、砲台も全部壊されてしまう、ね。そこで、島津港はこれはいけない、もうこれからイギリスと喧嘩しててはダメだ、すべてイギリスに学べっていうふうにすっかり方向転換して、兵隊を送ったりか、兵器を買ったり軍艦を買ったりイギリスと仲良くしてたんですね。でそれで、その名古屋事件があったために1863年からイギリスだけではなくてフランスの軍隊もこの横浜に駐留している、この山手あたりにいたわけですよね。ここらほとんど近いところですよ。今度今あの資料館で地図が出てますけど、ここからあの大和の駅の方行ったところが、イギリス軍の駐屯地で、そこにいたわけですね、イギリス軍が。で鹿児島は、兵隊を送ってですね、侍を送って、イギリスがどういう軍隊で訓練しているか見てもらう。でそれを見て、その時に初めて軍艦隊っていうものを見たんですね。でイギリス軍隊は、1863年からいたわけですが、1868年つまり明治になった年に、今年が明治150年です、明治になった年に、軍艦隊が来たわけですね。その前から軍艦隊がいたんですけども、特に来たのは第一連隊の第一大隊という軍楽隊が来て、そこにフェントという、指揮者がいて、そこに駐留したんですね。それでそれを見た薩摩の侍がですね、これいいからぜひうちの班でも取り入れてくれということを頼んで、先ほどお話ししたように32人の侍を、送ってですね、練習を始めた。その練習を始めた場所がまさにこの庭だったんですね、この妙高寺だった。だから本当に妙高寺は日本の吹奏楽が初めて始まった、来年で150年になる時で、このそれがまあいろいろあってですね、フェントという人はイギリスから奥さんを連れてきたんですが、ここで亡くなってしまいます。でその人のお墓は今外人墓地にあります。でここでアメリカ人の娘さんと結婚するんですね。この人は38歳だったんですが、横浜にだった結婚の時には28歳って書いてありますけど、その人と結婚したの。でその後ですね、長いこと約100年ぐらいフェントンは横浜で任務が終わってから、海軍軍艦隊を教えた後、どうしたら大体の人は、ほとんどの人は任期を終わってイギリスへ戻ったと、どこに本に書いてある。ところがそれが違うということをまた発見した日本人がいました。その人は横浜に来て外国船の乗客名簿を調べたんですね。そしたらなんとフェントンは、シティ・オブ・東京号という日本の汽船に乗ってサンフランシスコに行ったということを発見したんですね。まあ、そこからまあいろんな話が始まるわけですが、だからフェントンはイギリスへ帰らずに、アメリカ人の奥さんとここで結婚したもんですから、アメリカに行って、その後スコットランドにも行ってるしね、で最後はアメリカで亡くなって、今お墓がございます。でその、子孫の方が実はいらっしゃいまして、今から10年前の2008年にここに、旦那さんと奥さんの2人を妙高寺さんが呼んでくださってですね、ここで挨拶をしてもらいました。まあ、そんなわけで、ね、ごめんなさい、だからね、皆さんとその先輩が横浜であって、鹿児島の人が初めてこの水槽ですと、この妙高寺で勉強した、そんなか覚えてる。どうも失礼いたしました。秋山先生、そして谷村先生、貴重な